じゃあ今日質問コーナー取るよ。オッケー。いっぱい来てるからね。うん。じゃあ、最初どの質問にしようかな。あ、これからいいね。鬼滅の好きなキャラ。キャラ、善逸かな。善逸？そう、一番善逸好き。あ、いいね。善逸かっこいいよな。うん。どんなところが好き？あれ、上限の6の、うん、あの兄弟子倒したところ。あ、あれかっこいいよな。いいね。じゃあ好きな教科。教科、あ、授業？うん。うん。図工。あ、図工か。図工のどこが好き？結構なんか、うん、いろいろ作品作るんだけど、うん、なんか今日箱でいろいろ作る作品作ったんだけど、うん、先生からあれ箱借りて、でそしてカバ作ったんだけど、途中までしかできなかったんだけど、なんか結構パックンパックンってやるところが楽しかったし、色塗るところも楽しかった。ああ、そういうところな。うん。大きくなったら何になりたい？将来の夢。猪之助。いいね。最近のネネ語はあるか。ネネ語って？ネネ語。ネネがよく言ってるわけわかんない。今のところうなたましこけとちゅんのかんのいちかな。朝起きた時ちゅんのかんのいちって叫んだことはある。じゃあ今ハマってる遊びは何？ハマってる遊びは、キキとなんか、うん、遊ぶことで、うん、よく二段ベッドの2段と1段で、うん、2階と1階で遊ぶところが楽しいけど、うん、あれ今のところ1階がカーテンになって基地になってるから、うん、そこで遊ぶのが楽しいな。ああ、そういうことね。今欲しいものは何ですか？ガムボールマシン。おお、ガムボールマシン。うん。どんくらいの？だいたいこれくらい。ああ、そういうやつ。そう。お姉ちゃんって大変だなと思うことはある？だって。ある。ある。ある。どういうところ？キキとなんかちょっと、うん、ちょっとなんか、うん、キキが、え、キキ言ってないよとか嘘つくところ。あ、そういうところが大変なのか。そう。歯は何本抜けた？5本。もう指当てないと数えてきれない。とりあえず5本で。5本か。何してる時が楽しいですか？あれ、キキと太鼓の達人のアプリやってる時とお出かけしてる時が楽しい。沖縄にまた来たいですか？行きたい。行きたいよな、うん、めちゃ行きたいよな。行きたいっていうか住みたい。住みたいよな、うん。習い事は何？キックボクシングと体操。うん、ああ、2つとも同じ道場でやってるよな。そう。なんでキックボクシングを始めたの？強くなりたいから。いいね。どんくらい強くなりたい？世界一強くなりたい。おお、いいね。じゃあめっちゃ頑張ろうな。うん。ゴーが泣いた時どうしているか。おしゃぶりつけたり、うん、まあおむつに出てないかとか確認したり、おもちゃで遊ばせたりして泣く時もある。なあ、やってくれてるよな。めっちゃ助かるよ。最近一番面白かったこと。面白かったことは、あのなんか、キキがたまに怒られたりさ、キキがたまに怒られたりさ、ママがさ、大声で叫んで怒ってるところでさ、笑っちゃったことあってさ。そうだよな。
いろんな音とか声がして面白かったから。なあ、キキ怒られた時ね、ニヤニヤしてるもんな。うん。ラッキーってちょっと思ってる。だってちょっと面倒くさい時あるもん。宝物は何ですか？あれ。パパとママとゴー。でも物では、キキはいないんだ。キキだ。物では、物ではねねんの茶色い宝箱に入ってる物。あ、穴の中に入ってるやつか。そうそう。あとあれ勉強机の消しゴムとか筆箱とかお菓子の鉛筆。そうだな、嬉しいな。プロボクサーを目指していますか？目指してる。おー、かっこいいな。キキの可愛いところはどこですか？笑ってるところ。ゴーの可愛いところはどこですか？あーって喋ってるところ。好きな食べ物は何ですか？ママが焼いてくれたブリと、あれ、タコとハマグリ。ああ、ハマグリうまいよな。うん。あとアサリも好きかな。あとママが作ってくれた玉ねぎと人参のスープ、コンソメスープ。ああ、そっかそっか、うまいよな。うん。あれさ、4杯くらいおかわりしたことある。で、最後ママにめっちゃ大盛りに入れてもらった。好きな給食のメニューはありますか？あれ、カレーと焼きそば。うまいんだ。めっちゃうまい。あ、そう。あとは、今日食べたハンバーグ。美味しかった？うん、今日給食当番。あ、そうなの？そう。金曜日まで1週間給食当番。へえ。ママの好きなところはどこですか？メイクして、パパにちょっかいたら立てて笑ってるところ。パパの好きなところはどこですか？褒めてくれるところ。と、おもちゃ買ってくれてるところとか、文房具。ねね、キキ、ゴー、3人でやってみたいことは何ですか？あれ。探検してみたい。あれ、洞窟とか、海とか潜ったり、潜って乗り物みたいなの乗ったり、船に乗ったりして冒険したい。ああ、そういうことね。で、ゴーはうぎゃーってゴロンして立って運転する。うぎゃーって。他にやってみたいスポーツはありますか？和太鼓かな。ああ、ずっとやりたいって言ってるよな。好きなおやつ。好きなおやつ、じゃがりこのチーズ味と、あれ、パパが好きな甘いパン。ああ、砂糖かのかかってるパン。かかってるやつ。そう、あれうまいよな。うん。苦手な食べ物は？ああ、苦手な食べ物めっちゃあるな。飲み物では、牛乳とか。ああ、パパも牛乳苦手だな。あと食べ物、野菜では、あれ、ナスとピーマンとか。ああ、豆で嫌いなものは多い。ああ、そうだな。そら豆嫌いなんだよな。あ、めっちゃ苦いんだよ。苦いか。苦い。超臭いよな。臭い。保育園でおやつで食べたことあってさ、めっちゃまずかった。でも残しちゃダメだったから頑張って食べたけど。あ、偉いじゃん、やるじゃん。学校で大変だなって思うことはありますか？連絡帳書いたり、結構もう算数とかの問題とかプリントできて、時間待つ時がある時、そういう時暇。ああ、待つのが大変ってことか。待つのが暇だし大変だし、もう躊躇して待ちたいって感じ。授業中に。痩せれない、どうすればいい？だって。野菜食べたり、
自分が苦手なものいっぱい食べて、でそして野菜いっぱい食べて、お菓子禁止で、でそして階段とか登ったり、あれランニングしたりすれば細くなるんじゃないかなって思う。でそして重り持つとか、いろいろ鍛えたり。ねねがやってるトレーニングやればすぐ痩せれるよな。半端じゃねえもんな。いつまで YouTube をやりますか？ババアとかになって、年を取ったって続ける。ああそうだな。年取ってやってたらもっと面白いかもな。うん、皆さんこんにちは。ねねは。お疲れ様でした。お疲れ様でした。では。まとめて、バイバイ、さようなら、東京都。